徳川慶喜は1867年の秋に大政奉還をいたしましたけれども、薩長両軍はそれでも慶喜に対する追及の手を緩めず、ついに武力による京都御所の占領という手段に訴え、事態を戦争に持ち込もうとします。慶喜は近代化が進んだ幕府軍が実は張子の虎だと気づいていたため、 武力衝突を慎重に避けましたが、同時に時間が経てば、薩長政権は必ず空中分解し、自分は朝廷に頼られるであろうということも確信を持っていたはずです。そういうことであるわけですから、とにかく武力衝突さえしなければいいのだ、との大戦略のもと、幕府軍を引き連れて京都を離れ、大阪城に入ります。 これは戦略的撤退であったはずですけれども実際には吉信が再び京都に入ることはありませんでしたこの判断は小手先の効果は期待できましたが対局的には政局に対するイニシアチブを発揮できなくなるという大きなデメリットを伴うものであり政治家としての徳川吉信はこの段階で自分で運命をコントロールできない立場に なってしまったということができると思います。慶喜は任の一時で事態が好転することを待ちましたが、江戸における薩摩藩邸関係者の治安か乱運動が、まあ変な感じで功を奏したということができるようなことになっていて、江戸では頭に来た、まあ、幕府関係者たちが、薩摩藩邸焼き打ちをするという事態にまで、 発展してしまいました。江戸の幕府関係者、幕府官僚たちとしてはですね、江戸の治安維持という責任がありますので、江戸の治安を乱す薩摩藩邸の、まあ、面々をですね、聖罰する必要があったということですよね。事の次第を知った大阪城の徳川将兵たちは生きり立ちました。吉信は将兵たちを抑えることができませんでした。 彼はついに将兵に出撃を許しました。こうして事態は、鳥羽伏見の戦いに発展します。徳川軍は大阪から京都へ、鳥羽街道と伏見街道の二手に分かれて進軍し、途中、薩長軍に阻まれ、通せ、通さないの押し問答があって、夕方あたりから流れで戦闘状態に入っていきます。 この戦いで徳川軍はほぼ完全な敗北を喫したのですが、やはり大きな理由としては、十分に考え抜いた戦略や作戦があったわけではなく、感情に任せて、漠然と京都まで行こうとしていたという、行こうとすることしか、頭の中になく、実際の戦闘の、実,実際に戦闘が始まった時に、何をどうしていいのかわからないという人々が、 そういう兵隊たち、あるいは指揮官たちがあまりにも多かったということを、彼らの敗因として挙げることができるでしょう。要するに深い考えもなければ、必ず成し遂げるという覚悟もなく、やってみて難しいから逃げ帰るという低堕落を、世界中止の中露呈してしまったのですね。 対する薩長軍の方ですが、ここで負ければ死ぬしかないという覚悟,だ覚悟だけは決まっていたと思います。ろくな戦略はなかったとも思います。何しろしリソースが少ないですからねその。しかしながらその覚悟の点で徳川軍を圧倒することができたと考えていいと思います。勝海舟の改装によれば、薩長軍は防衛ラインが一本しかなく、 ご詰めの予備兵力もなかったために、徳川軍がどこか一箇所でも突破していれば簡単に誤解し、簡単にですね、瓦解していたであろうというふうなことを述べております。しかしそのようなことは起きませんでした。私個人の想像を交えるとすれば、徳川軍は優勢な兵力に安堵してしまっていて、誰もが自分だけは安全なところにいたい、死にたくないと考えるようになっており、 全員が無責任なまま破れていったのだという気がしてなりません。無責任とは本当に恐ろしいものです。徳川軍は近代化された陸軍連隊を投入していましたが、彼ら陸軍連隊は長州征伐戦争ではほとんど何も仕事をしておらず、鳥羽伏見の戦いでも同様にほとんど何も仕事をしていなかったそうです。 新選組だけが非常に勇猛果敢に立ち向かったようですね。新選組だけが極端に多い戦死者を出しています。鳥羽伏見の戦いでは、薩長軍が自らを天皇の軍隊であるということを宣言する目的で、二式の御旗を担ぎ出し、それで徳川将兵が腰砕けになったと説明されることがありますが、 私はそれは徳川将平の言い訳のように聞こえてし、聞こえてしまってなりません。そもそも当時、錦の見旗をそれ以前に見たことがある人はいませんでしたから、薩長が錦の見旗を引っ張り出してきても、果たしてそれが何なのかすぐに認識されたかどうか、私は怪しいものだと思っています。錦の見旗については、この蕎麦伏見の戦い以前に使用された例としては、 五代醐天皇と足利高氏の時代にまで遡ら,遡らなくてはならないそうです。それも太平記にそういうことが書かれてあるという程度のことだけなのであって、まあ、繰り返しますが誰も見たことはないんですよね。ですから、徳川将兵が後になってからですね。だってあの時は二式の見旗に逆らうなんてできないじゃないかと、 言い訳の材料としてそれを使ったに違いないと私は思うんですよ。吉信の大阪城脱出についても同じような説明ができるのではないでしょうか。敗走して帰ってきた徳川将兵たちに対し、吉信はみんな明日もまた頑張ろうというような感じの訓示を述べ、その夜のうちに側近とお気に入りの女性たちだけを連れて、 軍艦で江戸へ脱走します。この、吉信の行動について、吉信は水戸徳川家の尊能思想教育を受けて育ったので、二式の御旗だと知って、戦意を喪失した、との説明があると思いますけれど、私は違うと思います。吉信は、素晴らしい頭脳を使って自分の保身しか考えない人です。ですので、 徳川将平たちに対して、君たちがどうしても京都まで行きたいと言うから許可してやったのに、自分たちよりもはるかに少ない敵軍に圧倒されて敗走してきたわけだから、君たちのために僕が命を張る義理はないし、明日から頑張っても君たちが勝てるとはとても思えないし、このまま大阪城に残って僕が指揮官だということになったら、後で切腹させられるかもしれないし、 繰り返すけれど、君たちのために切腹するなんかギリ、切腹する義理なんかないから、と思っていたに違いないのです。そして、脱走を決心したとき、二の見旗が出てきたというのは、ちょうどいい言い訳にできるとしても、その、こともですね、彼が、あ、そうだ、これ、錦の見旗って言い訳になるよな、と、 優れた頭脳で考えついたに違いありません。彼は、江戸に帰ってきてですね、今の浜里宮のあたりに上陸し、そのあたりで一泊したのかなそして、えっ、ー、と、江戸城に入り、大奥の方に行って、14代将軍の御台所である和ズ宮であったり、あるいは13代将軍の御台所であ,ある天章院に対して、いろいろ言い訳をしていますけれども、 この時にですね、だって二の見旗が出て、だって二の見旗、あれ <laughs> すいません。だって二の見旗が出てきたんだから仕方がないじゃないですか。というようなことを言ったに。まあ、違いないんですね。そういうふうに言おうということを、なあ、船の中で思いついたんでしょうかね。吉信は、感情で動いてしまって少数の敵にやられてしまう無能な徳川将兵たちを、 愛していなかったでしょうし、そんな奴らのことはどうでもいいから、奴らを見捨てても心が痛まないし、というですね、非常に適切な判断をして、自分が生き延びるということを目的とするならば、極めて適切な判断をして、彼は大阪城を脱出したというのが正しい、正しいと思います。勝てる見込みのない、無責任な将兵たちに、 自分の運命を委ねるより、自分の命が助かるために、自分の判断で行動した吉信の判断は、まあ、正しいと。彼は、兵隊たちを見捨てたという意味で、司令官としては完全に失格であり、人間としても <laughs>、かなり失格ですけれども、えー、っと、自分の命を助けるという意味では、かなりの素晴らしいプレイヤーでありました。九死に一生を得た、ナイスプレイであったと、言っていいと思います。 ここから先は、薩長軍のことを新政府軍と呼ぶことにしたいと思いますけれども、西郷吉之助は新政府軍を率いて江戸を目指しました。西郷は吉信を殺す気満々だったわけですけれども、西郷の意図を阻む様々な策略が発動されました。まず、吉信の完全無抵抗な姿勢が一発目の策略だと言っていいと思います。 よしは朝廷に書いた手紙で謝罪し、抵抗しませんので、何卒、攻め上がってくるのをお待ちください、とのお願いも書いています。そして本人は、上野の寛永寺に引きこもってし、謹慎の姿勢を貫きました。最後はこのよしのの、非暴力、無抵抗主義を無視することにしました。あくまでも、よしを天皇に対する無本人ということにして、 切腹させるか残首にするか、まあ、どちらにするかはともかく、殺す気で江戸へと進んだのです。次に、西郷の前に現れたのは、幕臣の山岡鉄舟でした。山岡鉄舟は勝海舟に頼まれて、西郷と勝の下交渉のために、進撃中の西郷を訪問したんですね。ここで西郷は、吉信を竹にお預けにするとの案を示しました。 山岡鉄州はそれだけはどうかご容赦くださいと頼み込んだそうです。というのも、武士が武にお預けになった場合、ほとぼりが冷めた頃に切腹させられるというのがですね、割とよくあることであったということらしく、どう考えても、吉信の武お預かりは切腹のための下準備だとしか思えなかったからなんですね。ドラマなどでは、 山岡鉄舟の懇願に西郷が感情的にほだされたり、その後の勝海舟との会談で西郷が説得されたり、などというふうに描かれますが、実際には西郷は山岡鉄舟の懇願を一個だにせず、一周して、吉信を殺す決意を全く揺るがせにすることなく、江戸へと進撃を続けたそうです。この 最後の固い決心をぐらつかせたのは、イギリス公使パークスだったそうです。イギリスは撮影戦争以来、雨降って地固まるのごとく、薩摩とは友好関係を樹立しており、イギリス公使のパークスは、国際世論を味方につけたい新政府としても、心強い相談相手みたいな感じになっていたとは思うのですが、そのパークスが、 西郷の陣を訪問して、吉信を殺すことは国際違法に、あ、すいません。吉信を殺すことは国際法に違反すると、通告したというのですね。国際法では、戦闘意欲を喪失した敵を殺すことはまかりならんということになっているため、標準の意を示して、禁止している吉信を殺すことはできないし、そんなことをしたらイギリスは新政府を支持しないし、 他の諸国もそうするだろうと通告したということなんですが、まあ要するに西郷を脅したんですね。西郷はこの脅しにですね、かなりショックを受けて決心を鈍らせにしてしまったというような感じだったようですね。さて、この西郷説得作戦の総仕上げは勝海舟です。勝は江戸の三田にあった 薩摩藩邸に入った西郷隆盛、ああすいません、西郷吉之助を訪問します。この時、おそらく西郷はすでに、吉信を殺すことを諦めており、両者の話し合いは穏やかなものになったというような感じだったようです。何しろ、勝海舟は、徳川家あすいません、何しろ、勝海舟が、吉信の命の代わりに持ってきたお土産が素晴らしいわけですね。徳川軍は、 完全に無抵抗で江戸城を明け渡すというわけです。そしてもし、この申し出を西郷が断った場合は、江戸を火の海にして徹底抗戦するというわけですから、西郷にとっては、楽々と江戸城を手に入れられる絶好のチャンスでもあったわけで、それを断った場合に起きるであろうディザスターを <laughs> 想像するとですね。まあこれは受け入れるしかないと。西郷は思ったと。このようにして、 よしの除名問題は決着しました。かつは、三田の山に位置した薩摩藩邸から見える江戸の町を指さして、こんなに素晴らしい場所を戦火から救わなければならないと、西郷を説得したと、説得したそうですが、これは要するに西郷を脅したということですね。 <laughs> もし、吉信を殺したら、江戸を火の海にしてでも抵抗する。その結果生じるいかなる不都合も、責任は西郷にあると、勝は言ったわけですよ。勝海舟の改装によると、それでも西郷が吉信を、それでも西郷が吉信を殺すことにこだわった場合は、吉信をイギリスに亡命させることで、パークスと話がついていたそうです。私思うんですが、 よしは側近の西天音の懲戒でフリーメイソンのメンバーになっていたんじゃないかという気がするんですね。パークスもフリーメイソンのメンバーで、カツカイもやっぱりフリーメイソンのメンバーだったと。すればですね、この一連の出来事というのはフリーメイソンの語助的な機能が功を奏して、まあ助け合ったということなのかもしれません。これは今のは想像ですが、 そんな風に考えるといろいろ辻褄が合うように思うんですよ。このようにして、吉信は徳川家康以来受け継がれてきた徳川家のすべての遺産と引き換えに、あるいは徳川家のすべての特権と引き換えに自分の命を助けることに成功しました。吉信はその後、三田で謹慎し、さらにその後で、 静岡で引退生活を送り、晩年は明治天皇と会見して名誉回復して、公爵として都内で暮らし、あ、都内、当時はまだ東京府でありました東京都ではなく東京府ですから、まあ東京府内で暮らし、東京市中で暮らし、20世紀まで行きました。私は、吉野部のこのような開き直った生き方が嫌いじゃありません <laughs>。 歴代将軍の中で最も長寿な人であったそうです。吉信は全体として勝ち越しの人生を送ったと私は思いますね。これで徳川吉信は歴史の表舞台からは完全に立ち去ることになります。政治とも彼は無関係になりました。また徳川復権の可能性が全くなくなった以上、新政府が 日本を代表する唯一の政府になったはずなのですが、それでも新政府軍は生贄を求めて北上していきました。それについてはまた次回以降にやりたいと、このように思います。では終わりであります。ありがとうございました。